こんにちは、暗号通貨ニュースでございます。現在リップルが90円を超えてますね。誰ですか、リップルが消えるって言ってたのは。むちゃくちゃチャンスじゃないですか。で、私の場合はね、別に追加購入してませんけども、まあ、リップル42円で買ってますんで、今すごくいい感じですよね。もちろん含み益なんですけども、決済は当然しませんけどもね。もうなくなってもいいから決済しません。もうずっと持ってます。特に今決済しないと困るような資金状況でもないんで、ビットコイン650万オーバーでしょ、イーサリウム230万円オーバーでしょ。ビットコインは1000万円を超えるまではゼロになろうとも私は持ってますね。で、イーサリウムなんですけども、これも10万円を超えるまではゼロになろうとも持ってます。もうオールはナッシングですもん、これは。で、あとエイダ、これはなくならないと思いますけども、体のがこれからね、1000円2000円となっていくのを私はね、墓場まで見守っていこうと思います。要するに決済しないってことですね。暗号通貨基本的に私決済するつもりないですね。何一つ何のために投資してるのか分かんなくなりましたね、これはね。まあ、ですんで、特に決済しないと困るような状況でもないですし、それよりもその通貨を保有していることによって、やっぱりね、ものすごく意識して見るようになりますね、値動きとかニュースとか。で、テクニカルも幾分動くんですけども、まだね、ファンダメンタルが大きいですね、暗号通貨。何かの企業参加のニュースとか、何かの経営統合のニュースとかがあるたんびに価格がボン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 跳ねていって、そのたんびに新しい投資家さんがそういったクジラ資金を入れてきますね。でっかい資金を入れて、決済を当分しないっていう資金を入れていくんで、どんどん値段が積み上がっていくと思うんですよ。リップル91円オーバー、すごい急飛びですね。恐ろしい儲けが出るぞ、これは。全体的に、まあ、上に上がってるんじゃないですか。それからズインフィネットワーク見てみましょうか。ズインフィネットワークね、やっぱりね、お世辞じゃなくて、いや、いいと思うんですよ。ひょんなことからね、知りましたけど、私も。で、今128位なんですけども、 5.63 円でしょ。だから徐々に値段上げてるんですよね、これね。私が知った時って2円とか3円だったんですけど、すでにもう倍額いってるわけなんですよ。ジンフィネットワークはやっぱりこう10円を超えてからが勝負だと思いますね。10円を超えてから30円とか40円あたりで落ち着いていくんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、今から購入されても全然チャンスあると思いますよ。だから5000円とか1万円でいいんですよ。これをね、100万200万買いましょうみたいな話になるとおかしくなってくるんで。特にズインフィネットワークは日本の販売所がないですから、バイナンスとかで買うようになるんじゃないですかね。で、私は別の取引所で買いますけどね、インドネシアの例のところで。まあ、ズインフィネットワークも注目に値するものだと思いますね。その他もね、知れば知るほどどれもこれも魅力的なものばっかりなんですよ。だから肝心なのは、今回の結論まとめになりますけども、特定の今ね、アルトコインで値上がったからって言って目利きが良かったわけじゃないんですよ。今ね、全部いいんですよ。全部良くって、それから淘汰の時代が来ます。で、ズインフィネットワークももしかしたら10円いく前に淘汰されるかもしれません。なぜなら、全ての暗号通貨が切磋琢磨して進化を続けてるからなんですよ。で、イーサリアムとか、それからビットコインが、こういうのがね、もっともっと解析されたりとか、 XRP ももちろんなんですけども、それがカルダナもそうです。カルダナと統合することによってもっと良くなる通貨が、いわゆる吸収される形でなくなるかもしれませんね。もっともっと考えないといけないことが結構あるんで、単体で考えるんではなくて、やっぱりこうね、相関関係で見ていくことが必要だと思いますけども、まあそこまでね、時間ないと思いますんで、難しいですよね。だからこれね、本当暗号通貨はこれ専門でやらないとダメです、もう今の時代。何かをやりながらこれじゃなくて、暗号通貨専門でずっとリサーチを続けていくとか、相関関係を見ていくとかね、バランスを見ていくとか、開発者の、まあ、YouTube をね、注意深く見るとか。本当にこれ情報量多すぎます、暗号通貨は。5銘柄追うのがやっとですよ、私でも。だから5銘柄追っかけていって、で、順調に利益は伸ばしてますけども、ビットリージョンとかやらなければね、もっと儲かってたんですけども。なんだビットリージョンこんな、なんとかクルドマイナーとかありましたけどね。なんかそのね、いわゆる暗号通貨で何か儲けましょう、増やしましょうみたいなのは一切関わらなくていいんですよ。暗号通貨単体で買うとか売るとかを考えて、しかもね、売買のタイミングも遅ければ遅いほどいいです。細かく買いとか売りとか繰り返してたらダメですよ。やっぱり1本に絞って、もしくは2本3本に絞って、その通貨を買ったらもうね、3年5年放っておく、不動産みたいな感覚でやるのがいいんじゃないかなと思いますよね。いや、面白いですね。でもね、ありがたいと思います。それでは、いってらっしゃい。